先月、静岡市清水区で電気点検を装った新手の犯罪が相次ぎました。ターゲットは高齢者。被害に遭った女性は私たちの取材に対し、犯行グループは普通の人だったと話しました。あれ何って言ってる間に2回行くっていうですよね。2回って何ですかって言ったら、電気のなんかが、それ見て。こう話すのは、静岡市清水区に住む91歳の女性です。先月6日、この女性のもとを訪れたのは、電気工事業者を名乗る2人組の男でした。2階に上がってきた犯人は、電気工事を装い、こちらの物置の中に入っていたということです。そしてその間にもう一人はこちらの服から金品がないか探していたということです。実は二人は窃盗グループでした。一人が2階で点検するふりをして被害者を立ち会わせ、その間にもう一人が財布やタンスなどから現金を盗み出す手口です。年寄りでなければ怪しいって感づいてあげないと思うんだけど、年寄りだからできる犯罪みたいな。警察などによりますと、この2人組の男は近くで工事をしていたところ、誤って配線を切ってしまった、お宅の電気に異常がないか点検させてほしいなどと言って高齢者の自宅に上がり込むということです。このケースでは女性の家にめぼしい金品が見つからなかったことから、男2人は盗みをせずに出て行ったとみられます。悪い人とはあんまり思わなかったですよね。何も顔なんて隠してもないし、普通の人ですよ。清水区内では同様の被害が相次いでいて、実際に現金を盗まれた人もいます。あれと思ってね、その10万気がついて、それを持って帰っちゃった、静岡市清水区に住む85歳の男性は、先月26日、電気工事業者を装って訪問してきた男らに現金10万円を盗まれたといいます。で、この工事で、この先でやって線を切ったと。で、この2階へ入っている線のスイッチをリセットしないとエラーが出ちゃうからっていう。でそんなとこにね、そんなスイッチはないって言ったんだけど、入ってったんだ。事件は静岡市清水区でのみ確認されています。先月6日には窃盗の被害にはつながらなかったものの、電気の点検を装った男らが高齢者宅へ訪問してきたという報告が3件ありました。そして26日にはついに現金を奪われる窃盗事件が3件発生してしまったのです。こうした直接家を訪問して金品などを盗むという手口は今増えつつあるのです。清水区で多発している電気点検を装う窃盗も、ガス点検強盗のように強盗に発展しまう危険性があると警察は指摘します。強盗事件に発展する恐れもありますので、電気の点検と言われてもすぐに信用せずに安易に家に上げないことが重要です。また不審点を感じたら、警察あるいは電力会社の方にすぐに通報していただきたいと思います。